マリサー。マリサー。どうしたんだぜ。これ見てよー。ふむ、本当に今先ほどの情報だな。というわけで今回速報という形でお届けしていくんだぜ。さて、今回の事件、概要は、衛星放送関連会社に勤める、菅総理の長男から始まるわけなんだが。ああ、なんか前に少し揉めてたねー。まあ、その、なんだ、お金をもらってたというか、それに近い形の接待を受けていて、それが、国家公務員倫理法という、法律に引っかかってるんじゃないかってので問題になってるわけだな。これっていまいちよくわかんないんだけど、これってどうなの？もちろん、いいことではないんだが、だけどもこれが公人という立場で見るのか、それとも一般人として見るかで、少し見方が変わってくるってののがあるんだぜ。実際、ちょっとまだ話が見えてこないのだが、今回の件に関しては長男が関係して、それにより今回、同席していた山田氏が職歴上公務員として今回、国家公務員倫理法に抵触するんじゃないかという話のようなんだぜ。まあ一応菅総理の息子さんは普通の人みたいだけど、これって一般人として見るの？まあ、そこは法律上だとまだ断定できる材料がないが、世間的に見れば準公人ぐらいの立場はありそうだな。まあ、というわけで今回政府の持ち回りの閣議で、辞任が決まったわけなんだぜ。これについて、予算会議など本来出席する予定だったものはすべて、昨日のうちに入院するということで欠席みたいだな。なんというか、なんで政治家とかって、いつも何か不都合があると入院するんだろうね。そりゃあもちろん、身分のある人は日本なら大体マスコミから隠れるに、入院するのが一番っていうのがあるからな。ぐぬぬ。まあまあ、今回の件で政府としては委員会の審議に、大変迷惑をかけて大変申し訳ないと陳謝してるみたいなんだぜ。それで済んじゃうの？まあ、野党側は今回菅総理に対して辞任させるまでの対応が遅いとして、しばらくは責任追及をしていく方針みたいだな。責任追及？身内問題？あれ、これってさ、あ、盛りかけ。そうだな。今回の流れだけ見ると、なんだが盛りかけ問題の発端みたいな感じはあるな。また一年以上国会であれを話し合うのか？まあ、さすがにそこまではないとは、思うがこれについては情報が入り次第って感じなんだぜ。でもさ、実際これってそんなにヤバい接待だったの？一応発表ではおおよそ7万円ほどのステーキや海鮮料理などの、接待を受けていたが、それが文春にバレて問題になったって感じだな。文春、こういうところの嗅覚本当えぐいよね。これって確かによくはないけど、やめるほどのことなの？今の時期にいらない波が立たないようにってのはあるかもしれないが、どちらかというと、もしかしたらこれ以上探られたらまずいものでも、もしかしたらあるのかもしれないな。何その陰謀論？もちろん推測の領域を出ないけどな。まあ、例えば裏で7万以外の大きなお金が動いていたとかな。なんかそっちの方が本命な気がするんだけど。まあまあ、というわけで今回はこの辺なんだぜ。あ、みんな最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルではこんな感じで最新の速報から、近所の魚が大量に発生した話など、幅広い時事ネタを発信していくので、もしよければ最後に高評価だけ押していって、また見てくれると嬉しいな。それじゃあ、またねー。